きく揺れ動く気がします。あなたならきっと戦術もうまく使えるでしょう。一歩間違えれば。焦らず進みましょう。しまったようです。回り道を使いましょう。このような異形のものまで紛れ込むとは。どうかお下がりください。私も実は戦火を逃れてこの村に流れてきたのです。役人であった父は撃たれ、身内も行方が分かりません。故郷に戻り親族に会える日が再び来るというのですが。
いぶ倒せたようですが、まだ油断はできません。そうだ、無事に彼らを追い出せたら私の家に寄ってもらえませんか。改めてお礼をさせてください。伝え聞くところによれば、絆が結ばれた者同士はその証に玉を分かち合うという。強い気を宿す者には玉に宿る大いなる力が味方するとも。
うん。